インターステラーは、クリストファー・ノーラン監督による2014年の SF 映画である。出演は、マシューマ・マコノヒー、アン・ハッサウェイ、ジェシカ・チャステイン、マイケル・ケインらであり、地球を離れ新たな居住化の惑星探索を行うため、ワームホールを通過し、別の銀河経営と友人惑星間航行する宇宙飛行士のチームが描かれる。3次元における、 不可逆性の時間と重力は特殊相対性理論、得意点、ニュートン力学、スイングバイ工法、漆黒の宇宙空間、音の伝達、運動の3法則など科学的交渉を用いた演出のほか人類存亡をかけた未知の世界へ挑戦する倫理と勇気、信頼と愛、人生という限られた時間、ヒューマニズムも織り混ぜた物語の構成となっている。 脚本はジョナサン・ノーランとクリストファー・ノーランが執筆しており、2007年にジョナサンがパラマウント映画とリンダ・オブストの下で開発したスクリプトにクリストファーのアイデアが合わせられている。制作にはクリストファー・ノーラン、オブストの他に彼の妻のエマ・トーマスが参加し、また理論物理学者のキップ・ソーンが科学コンサルタント兼制作組織を務めている。出資は ワーナーブラザース、パラマウント映画、レジェンダリーピクチャーズが行い、シンコピーフィルムズとリンダオブスト・プロダクションズが制作している。撮影監督には、ホイテバン・ホイテマが雇われており、アナモフィック 35mm とアイマックス 70mm フィルムが使われた。撮影は2013年後半より、カナダのアルバータ州、アイスランド、ロサンゼルスで行われた。視覚効果は、 ダブルネガティブが作り上げた。プレミア上映は2014年10月26日にロサンゼルスで行われ、11月より全世界で公開が始まった。北、アメリカではデジタル上映の前にまだフィルムを利用している映画館で限定公開され、工業的に成功を収めた。近未来。巨大砂嵐が日常的に発生する異常気象により地球規模で植物、 農作物の大量しが発生し、人類は滅亡の危機にさらされていた。元宇宙飛行士クーパーは、ギフト15歳の息子トム、10歳の娘マーフィーと共に、トウモロコシ農場を営んでいる。マーフは、自分の部屋の本棚から本が勝手に落ちる現象を、幽霊のせいだと信じていたが、ある日クーパーは、それが何者かによる、重力波を使った、 日知数のメッセージではないかと気がつく。クーパーとマーフはメッセージを解読し、それが差し示している秘密施設にたどり着くが最高機密に触れたとして身柄を拘束される。そこでクーパーはかつての仕事仲間のブランド教授と再会し、大昔に亡くなったはずのなさが秘密裏に復活し、活動を続けていることを知らされる。 NASA は土星金傍のワームホールを通り抜けて別の銀河に人類の新天地を求めるプロジェクトラザロ計画を遂行していたのだった。48年前に彼らと呼ばれる存在によって創造されたと考えられているワームホールを通過することで人類の移住可能性が見込める12の惑星に1名ずつ探索者が送り込まれており、 すでに3名の先駆者たちが入植が期待できる惑星から信号を送り返している。教授は第二の地球となりうる惑星を探すミッションにパイロットとして参加するようクーパーを説得する。帰還できたとしてもそれがいつなのか不明なミッションにマーフは激しく反対する。クーパーはマーフとの和解の機会を得られないまま出発の日を迎えてしまう。クーパーはマーフに 必ず戻ってくるとだけ言い残し、ブランド教授の娘のアメリア、D、ドイルの3名の博士と共に、人工知能ロボットとアーズを乗せた最後の探査船レインジャーに登場し地球を後にする。レインジャーは宇宙船エンデュランスとドッキングし、待機していたとアーズの兄弟機ケースと合流する。ブランド教授は土星までの高校を2年と告げ、イギリスの詩人ディラン・トマスの o ゥーノットゴージェントルイントゥーザットグッドナイトを今後もたびたび引用する。2年後、土星金棒のワームホールに接近したエンデュランスは、ワームホールを通り抜け、ラザロ計画の先駆者の一人で、ミラー飛行士が待つ水の惑星を目指す。水の惑星はエンデュランスから最も近い場所に存在するが、同時に、超大質量ブラックホールマルガンチュアの最も内側を公転している。 物理学者のロミリーは、ガルガンチュアの超重力が時間の流れを遅くしており、水の惑星での1時間は、地球の7年間に相当すると警告する。クーパーは地球に残してきた家族を思い、水の惑星への接近を躊躇するが、他のクルーに、講子の混同をたしなめられ、着陸は決行されることとなる。地質学者のドイル、アメリア、クーパー、ケースはレインジャーで、 水の惑星に降り立つ。アメリアは惑星の表面を捜索するが、ミラー飛行士は見つからず、彼女の着陸船の残骸だけが見つかる。間もなく、山脈と見間合ほどの巨大な波が一向を襲う。ガルガンチュアの強大な超積力により水の惑星の海水が引っ張られていたのだ。アメリアはケースの助けにより毎一発で、 レインジャーに帰還するも、ドイルは波に巻き込まれて死亡し、レインジャーのエンジン内部に水が侵入したため、排水が完了するまで離陸できなくなる。なぜ何年もの間残骸から信号が発せられて、いたのかと問うクーパーに対し、アメリアは、ミラー飛行士が到着したのはこの惑星の時間としては数時間前、死んだのは数分前に違いないと話す。 数十分後、再び波が襲ってくるも、危機一発で、クーパーらはエンデュランスに帰還するが、待っていたロミリーは、すでに壮年に差し掛かっており、23年もの月日が流れていたことを知る。クーパーは受信はできるものの、こちらからの送信はできない。地球からの23年分のビデオレターにより、トムとマーフの成長、そしてあまりに時間が過ぎてしまったため自分の生存が、 諦められていることを知る。地球出発時点のクーパーと同い年に成長したマーフはブランド教授と共に重力の研究を行っていた。重力の方程式に回を見つけられれば巨大なスペースコロニーを宇宙に打ち上げ、地球に残された人間を宇宙に脱出させられると期待されている。しかしブランド教授は老齢で死の間際にマーフに自身の罪を告白する。 実は、ブランド教授は、何十年も前に、重力方程式を解いており、重力制御は事実上不可能だとの結論を導いて、いたが、長年にわたって、事実を隠蔽し続けてきたのだった。真相を知ったマーフは、愕然とするが、それでも研究は継続し、重力の本質を理解するためには、ブラックホールの中心の特異点を観測して、データを持ち帰る必要があることに気づく。 もっとも、事象の地平面の外側から、得意点を観測するのは、絶対に不可能とされていて、それこそが、ブランド教授が、重力制御を諦めた理由だった。マーフは、アメリアに、ブランド教授が、安らかに死を迎えたことを報告するためのビデオレターを、送信するが、ブランド教授がついていた嘘をクーパーが知った上で、自分を見捨てていたのかと泣き出してしまう。 燃料が少なくなっているエンデュランスでは乗組員が残る2つの候補惑星のどちらを探査するかの選択を迫られていた。クーパーとロミリーは生存信号を発信し続けているラザロ計画の先駆者マン博士の惑星を押したがアメリアはすでに信号が途絶えている。もう一方のエドマンズ飛行士の惑星がより良い条件であるとして強く押した。クーパーは アメリアとエドマンズが恋人関係であることを見抜き、彼女こそ決断に市場を挟んでいると批判する。結果、エンデュランスはマンハカセの待つ氷の惑星へ進路を取ることになる。クーパー、アメリア、ロミリー、トワーズ、ケースはレインジャーで氷の惑星に降り立ち、マンハカセの設営したキャンプに到着する。そこにはマンハカセの睡眠カプセルと壊れた。 兄弟機の切符があった。睡眠から目覚めたマン博士は、この惑星に生命体の存在と人類が共生可能であることを伝える。マンフからのブランド教授の死と間際の嘘を告げる、ビデオレターを見て動揺するクーパーとアメリアに対し、ラザロ計画の本当の目的は、プラン B、すなわち人類の凍結受精卵を新天地の惑星で孵化させ、種を保存することだったと告白する。 エンデュランスにはそのための受精卵も搭載されている。ブランド教授が研究の結論を隠蔽したのは地球の人間に真実を告げることがラザロ計画とプラン B の遂行の障害になりかねないと懸念してのことだった。プラン A の遂行に足りないブラックホール内部のデータの入手は不可能に思われたがロミリーはギップの光通信装置を移植したとアーズを ブラックホール行かせ、内部のデータを送らせれば可能性があるとクーパーに提案する。早速、ロミリーは、マン博士のキャンプでとアーズと通信装置の移植の作業をする。マン博士はクーパーを惑星表面探査に連れ出し、地球に帰還することを諦めていないクーパーを、不意打ちし、彼の宇宙服のバイザーを破壊する。マン博士は、氷の惑星に着陸してすぐ、 この惑星では人類は生存できないことを悟っていた。彼は孤独に死にゆく運命だったが、それを受け入れることができず、氷の惑星が人類の新天地であるかのような熱造データを地球に発信していたのだ。クーパーは窒息死寸前でアメリアとケースに救出されるが、キャンプでとアーズと作業をしていたロミリーは、マン博士が仕掛けた爆弾の犠牲になってしまう。 マン博士はレインジャーを奪って、軌道上のエンデュランスをダッシュしようと惑星外へ離脱する。クーパーとアメリア、ケースは別の着陸船ランダーで、海よく爆発から逃れたトアーズを救出した後、彼を追跡する。マン博士は、クーパーらに先んじて、エンデュランスにランデブーし、手動でドッキングを強行した上に、再三の警告を受けたにもかかわらず強制的に、ハッチを解放し、 ドッキングモジュールの機密が不完全だったため急激な減圧で宇宙空間に投げ出され死亡する。エンデュランスも事故の衝撃で本来の軌道を外れ回転しながら氷の惑星に落下し始める。クーパートとアーズは決死の操縦でランダーをエンデュランスにドッキングさせ機体を惑星大気圏外まで押し上げる。甚大な損傷をこむったエンデュランスは 燃料と酸素のほとんどを失っている。地球への帰還、マーフとの再会は叶わなくなった。クーパーとアメリアはエンデュランスをガルガンチュアに接近させ、ペンローズ過程を応用して、エドマンズの惑星に向かう運動量を獲得しようと、モクロむ、インターステラーのウィキペディア英語版ページでは、スイングバイを利用しているとされている。また、スイングバイのウィキペディア英語版ページでは、 回転するブラックホールであればバラストを投下することでペンローズ過程により追加で運動エネルギーを得られるかもしれないと解説されている。エドマンズの惑星でプラン B を遂行し人類の絶滅を阻止するのだ。今度は50年後の未来に飛ぶことになるがもはやそれを気にする者は誰もいない。クーパーはエンデュランスをガルガンチュアに接近させ アメリア一人をエンデュランスに残したまま、トアーズを乗せたランダー、自分を乗せたレインジャー2を切り離し、彼女一人にミッションのすべてを託す。始重量を捨てて身軽になったエンデュランスはガルガンチュアを脱出する軌道に乗るが、クーパーとトアーズはガルガンチュアへ落下していく。クーパーはトアーズにブラックホール内部のデータを取り続けるように命じる。その後、 クーパーととアーズは彼らが想像した無数の立方体が幾重にも折り重なった四次元超立方体手さらくとの空間にたどり着く。クーパーはそこがマーフの部屋を通じて地球の過去、現在、未来すべての時間と連結している空間であると気づく。クーパーは重量波を操作して本棚から本を落とす通して過去のマーフと更新を試みるが、それでも娘を置いて、 ミッションに出発する自分の過去を変えることはできない。焦る中、トワーズが放った一言により彼は、自身が過去を変えるためではなく、未来を変えるためにこの空間に送られたことに気づく。クーパーは、トワーズに収集させた得意点のデータを、現在のマーフのアナログ時計の秒針を使った、モールス信号で表現する。彼女にそのデータの真意が理解できるのか、とトワーズは疑うが、 クーパーは、あいつは、ただの女の子じゃない。俺の娘だとだけ答えデータを送り続ける。休暇に戻ったマーフは、幼い頃に部屋で起こった重力現象が父親からのメッセージだったことに気づく。秒針の動きからそれを、モールス信号だと紐解き、その得意点のデータを使い、マーフはブランド教授が成し得なかった重力問題に回を見つける。その瞬間、 デサラクトが閉鎖し始めクーパーは土星に着いた時に入ったワームホールの中に吸い込まれる。クーパーは土星の軌道上に建造された巨大スペースコロニー内部の病室で目覚める。そのコロニーの名前はクーパーステーション。彼は宇宙に放り出され漂流中にたまたま探索中だった宇宙船に発見され酸素の切れる直前に問わずともども救助されていた。 救助された時点の酸素残量は2分だった。マーフの功績でスペースコロニーの建造と打ち上げが成功し地球の人類が救済されたのだ。コロニーにはマーフの功績を称え彼女がかつて地球に住んでいた頃の家が再現されていた。クーパーはコロニーの病室で年老いたマーフと彼女の大勢の子や孫たちと共に再会を果たす。マーフは 約束を果たしたクーパーを、エドマンズの惑星へ一人で向かったアメリアを捜索しに行くよう、優しく悟す。クーパーは修理した、とアーズと共に、小型宇宙船に乗って、コロニーを後にする。括弧内は日本語吹き替え版担当、クリストファー・ノーラン、監督、インターステラーの前提は、カール・セーガンに紹介されて、以来の知人同士であり、1997年の映画、 コンタクトでも共同した映画プロデューサーのリンダ・オブストと理論物理学者のキップ・ソーンにより考案された。ソーンの案に基づき、二人は宇宙で最もエキゾチックなイベントに急に人類がアクセス可能になることについてのシナリオを考案し、スティーブン・スピルバーグが監督に興味を示した。2006年6月、スピルバーグとパラマウントへ映画は、 オブストとソウによる8ページのトリートメントに基づいた SF 映画の計画を発表し企画が始まった。オブストは制作に参加し、そしてバラエティはスピルバーグが監督する前に共に働くまでに数年を要するだろうと報じた。2007年3月までにジョナサン・ノーランが脚本執筆のために雇われた。 スティーブン・スピルバーグが2009年に自身の制作会社のドリームワークスをパラマウントからウォルト・ディズニー・カンパニーに移したため、パラマウントはインターステラーの新しい監督を必要とした。ジョナサン・ノーランは兄のクリストファーを勧め、彼は2012年よりプロジェクトに加わった。クリストファー・ノーランは後に制作葬式となるキップ・ソーンと会い、 物語中での時空の使用について議論した。2013年1月、パラマウントとアーナーブラザースは、クリストファー・ノーランと監督交渉をしていることを発表した。ノーランは自分が再び友人宇宙飛行の目標を奨励したいと述べた。彼は自分のアイデアをもとにして、弟のものと合わせて脚本を書くつもりであった。3月、ノーランが監督することが明かされ、 彼のレーベルのシンコピーとリンダオブ・スト・プロダクションズの元で制作されることとなった。ハリウッドリポーターはノーランのギャラが工業収入のうち20%であると報じた。ノーランはリサーチのために NASA とスペース X を訪れた。出資はパラマウントとノーランのバットマンの映画などを公開したワーナー・ブラザースが共同で行う。両スタジオはライバル関係にあるが、 ワーナーブラザース側は、ノーランのシンコピートの契約を維持するため、パラマウントに13日の金曜日とサウスパークの映画家権を譲渡することで制作に参加した。2013年8月、レジェンダリーピクチャーズは制作費の25%を出資する契約をワーナーブラザースと結んだ。ワーナーブラザーとの8年間の制作提携契約を終えたレジェンダリーは、 インターステラーへの参加と引き換えに、バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生への出資断念に同意した。脚本家のジョナサン・ノーランは、スティーブン・スピルバーグによって、インターステラーのために雇われ、4年かけて執筆した。科学を学ぶため、執筆の間中彼は、カリフォルニア工科大学で相対性理論を学んだ。ジョナサンは、スペースシャトル計画が終了し、 NASA が、友人火星ミッションの資金を書いていることについて、自身は悲観していると述べた。彼は、ウォーリーや、アバターのような終末論的なテーマを持つ、SF 映画からインスピレーションを見つけた。エンターテインメントウィークリーは、薬病によって荒廃したディストピアな未来を舞台で、絶望に屈しない強い人々による、移民の物語と報じた。ジョナサンの兄のクリストファーは、 当初他の SF 脚本を手掛けていたが、ジョナサンとキップ・ソーンが提示した多大なアイデアを選択し、自身が長年にわたって取り組んでいた脚本と組み合わせた。クリストファーは最初の1時間について、ジョナサンの構想を念頭に置き、資源枯渇した近未来の地球を舞台とした。設定は1930年代の大表工事のアメリカ合衆国のダストボールに触発された。 クリストファーは代わりにチームが宇宙を旅する脚本の残り部分を修正した。インスピレーションのために2012年の映画ザ・ダスト・ボールを鑑賞した後、クリストファーは監督のケン・バーンズとプロデューサーのデートン・ダンカンに連絡を取ってインタビューの一部をインターステラーで使用する許可を求めた。クリストファーが脚本を書き直したことにより当初の脚本から 以下の点が変更された。監督のクリストファー・ノーランは、2012年の映画、マット、マットマイナスのプロデューサーの一人である、アーロン・ライダーと友人であったために、同作の初期カットを鑑賞し、その後、マシュー・マコノヒーのキャスティングに興味を持った。マコノヒーが、ルイジアナ州ニューオーリンズで、テレビシリーズ、トゥルー・ディテクティブ、二人の刑事の撮影をしている間、ノーランは自宅に、 彼を招いた。またアンハサウェイもノーランの自宅に招かれ、インターステラーの脚本を読んだ。2013年4月、パラマウントは両者が主演にキャスティングされたことを発表した。ノーランはマコノヒーのキャラクターを観客に物語を体験させるためのごく普通の人物であると述べた。ジェシカ・チャステインとは北アイルランドでミス・ジュリーの撮影中に接触し、 脚本が送られた。他の有名な俳優の参加は映画をオールスターキャストとした。イルハーン・カーンは巡り合わせのお弁当と d デイの公開のためにインド滞在を望んだために出演を辞退した。マット・デーモンは2013年8月末に早くでキャスティングされアイスランドで彼の場面が撮影された。ノランはアナモフィック3 5、mm、とアイマックスで 撮影した。これまでのノーランの全作品を撮影したオーリー、フィスターは監督デビュー作、トランセンデンスの作業があったため、今作にはホイテバン・ホイテマが撮影監督として雇われた。アイマックスカメラはこれまでのノーランのどの映画よりも多く利用された。コンピュータ生成によるイメージを最小限に抑えるため、ノーランはスペースシャトルの内部といった実物のセットを建築した。 バンホイテマは内部の場面の撮影のために携帯用に IMAX カメラを再整備した。いくらかの場面はリアジェットのノーズコーンに IMAX カメラを取り付けて撮影された。秘密主義者で知られるノーランはインターステラーの際にも厳重な警備を務めた。主秘措置の一つとして撮影はフローラズレターという題名の下で行われた。フローラとは ノーランとプロデューサーのエマ・トーマスとの間の4人の子供のうちの1人である。撮影の一部はアイスランドのスナイフェルスヨークトル氷河で行われた。主要撮影期間は4ヶ月のスケジュールで進められた。主要撮影は2013年8月6日にカナダ・アルバータ州で始まった。撮影が行われたアルバータ州の町にはナントン、ロングビュー、レソブリッジ、 オコトクスが含まれた。オコトクスでは、シーマンスタジアムとオールドタウンプラザで撮影された。トウモロコシ畑の場面の撮影の際、ノーランはプロデュースした、マン・オブ・スティールの経験から、実際にトウモロコシを栽培することにした。プロダクションデザイナーのネイサン・クローリーは1930年代の、 ダストボールに触発された終末的な砂嵐の場面で破壊されるトウモロコシを500エーカーにわたって植えた。さらに、マコノヒーのキャラクターを含む砂嵐の場面は、フォートマクラウドで巨大な扇風機を設置して、セルロース系の合成チリを吹き飛ばして撮影された。アルバータ州での撮影は2013年9月9日まで続き、 数百のエキストラと130人のスタッフが起用され、そのほとんどが地元民であった。撮影はまた、ノーランの2005年の映画、バットマン・ビギンズと同じアイスランドでも行われた。スタッフは約1万ポンドのモックの宇宙船を洞窟に運び、それは氷で覆われたものと水で覆われたものの2つの惑星を表現するために選ばれた。 アイスランドでの撮影は2週間の予定で行われ、約350人のスタッフのうち130人が地元民であった。ロケはスナイフェルスヨークトル氷河とクロイストゥルの町で行われた。アイスランドでの撮影中、アンハサウェイは水中の場面を撮っている際にドライスーツに不備があったために停滞温床となった。アイスランドでの撮影後、 スタッフは54日間の撮影のために、ロサンゼルスへと移動した。カリフォルニア州での税額控除が、制作費7500万ドル以上の映画に不適用となって以来、カリフォルニア州での撮影は稀であった。撮影地には、ウェスティン・ボナベンチャーホテル、ロサンゼルスコンベンションセンター、カルバーシティのソニーピクチャーズのサウンドステージ、アルタディーナの民家が含まれた。 撮影は2013年11月に完了し、ノーランは2014年に公開に向けての編集作業を開始した。制作は1億6500万ドルの費用で完了したが、これはパラマウント、ワーナーブラザース、レジェンダリーピクチャーズによる割当てより1000万ドル少なかった。インターステラーにはレインジャー、エンデュランス、ランダーの3つの宇宙船が登場する。 レインジャーの機能は、スペースシャトルに似ており、大気圏突入、脱出が可能である。クルーの母船であるエンデュランスは12のカプセルで形成される、円形構造であり、その内訳は、惑星植民機器で4つ、医療ラボと居住スペースで4つ、コック。プロダクションデザイナーのネイサン・クローリーはエンデュランスが、国際宇宙ステーションを元にしていると述べている。ランダーは、 惑星上に植民機器のカプセルを輸送するものであり、クローリーはそれをヘビーなロシアのヘリコプターと比較した。映画にはまた、ケイストとアーズという2体のロボットが登場する。ノーランはロボットの擬人化を避けさせ、5フィートの四角形のデザインを採用した。ビル・アーウィンは当初、両方のロボットの声と振り付けを務めていたが、デジタル処理により彼の姿は除去され、 ケースの声はジョシュ・スチュワートのものに変更された。インターステラーはサウンドエンジニアのグレッグ・ランデーカー、ゲイリー・リッツオが音響編集と務め、サウンドエディターのリチャード・キングが監修した。ノーランは劇場で現在の音響機器を最大限活用できるように映画の音響を作り上げようとしたと述べた。ノーランは宇宙飛行士の手袋で押されたボタンの音響といった。 細部にまで注意を払った。スタジオのウェブサイトでは、インターステラーのサウンドは、サブウーファー用チャンネルと同様に、メインスピーカー用チャンネルの最低音のパワーを最大化するよう特別に編集されてきたと説明されている。ノーランのバットマン三部作も担当した、ハンス・ジマーが、インターステラーの音楽を作曲した。ジマーとノーランは三部作の音楽から離れることを計画し、 ユニークなものを思いついた。ジマはテクスチャー、音楽、音響、そして我々がちょっと作ったものは他の人の映画にちょっと少し浸透したので再発明する時だ。終わりのない日もあろうを通り過ぎる必要があり、大きなドラムは多分ゴミ箱の中にあるだろうと述べた。サウンドトラックは2014年11月18日に発売された。視覚効果は ノーランの2010年の映画インセプションも手掛けたダブルネガティブが作り上げた。視覚効果スーパーバイザーのポール・フランクリンはノーランのダークナイトライジングやインセプションよりも視覚効果数は多くはなくグリーンスクリーンよりもデジタルプロジェクターを用いて作り上げたことを明かした。宇宙船、レインジャー、エンデュランス、ランダーは CG よりも本物にこだわったノーランの希望により ネイサン・クローリーとニューディール・スタジオズが手掛けたミニチュアエフェクトを使って作り上げられた。3D プリントと彫刻を組み合わせて作られたこのスケールモデルはその巨大さゆえにスタッフからマキシ・チャースというあだ名で呼ばれエンデュランスの1、15スケールのミニチュアは7.6メートル以上に及んだ。レインジャーとランダーのミニチュアはそれぞれ14メートルと15メートルに及んだ。ミニチュアは ホイテバンホイテマが NASA の IMAX ドキュメンタリーを模倣して宇宙船の上に IMAX カメラを取り付けるのに十分な大きさであった。さらにモデルにはオペレーターが動きを操ることができるように運動制御システムに6軸のジンバルが装着され、それはより小さな運動制御トレーラーの上でビスタビジョンカメラを使っている宇宙の背景プレートに対して撮影された。 監督のクリストファー・ノーランは地球を離れる物語となれば2001年宇宙の旅は避けられないとし制作中2001年は終始意識していた私が体験したように映画館で子供たちに宇宙を旅してほしいと思ったと語ったまた SF 映画のアプローチとしてはスター・ウォーズやエイリアンが常に私の頭から離れなかったと プロダクションデザインへの影響を認め、我々が住む世界と同様に親しみのある現実味がないといけないと述べた。さらにアンドレー・タルコフスキーの鏡がストーリーの風と埃と水の要素に影響を与えている。ノーランはインターステラーで黄金のように人間の本質を描きたいとも述べている。また、スティーブン・スピルバーグのジョーズとミッチとの遭遇に倣い。 ファミリー映画を作るというと、昨今ではソフトな感じのものになるという軽蔑的な意味合いに取られてしまうだろう。しかし、私が子供だった頃、これらはよく言えばファミリー映画というだけで、どのような超大作とも同じで、エッジが効いていて挑戦的だった。私は何らかの方法でそれを復活させたかったと語った。そしてさらに彼は、手本としてスペースドラマ映画、 ライトスタッフを挙げ、制作開始前にスタッフたちのために上映した。現実の宇宙旅行に基づいた、さらなるインスピレーションを得るために、元宇宙飛行士のマーシャ・アイビンスをセットに招いた。ミッドウェストの農場のセットは、マン・オブ・スティールで、クラーク・ケントが育った場所に触発されている。映画の他にノーランは、ミース・ファン・デルローへのアーキテクチャからインスピレーションを得た。 ワームホールを描写し相対性理論を可能な限り正確にするために理論物理学者のキップ・ソーンが科学コンサルタントを務めた。彼はワームホールを正確に描いた映画は今までなかった。ブラックホールも同じだ。今回初めてその描写がアインシュタインの一般相対性理論に基づいていると語った。ワームホールと 超大質量回転ブラックホールを作り上げる際、ソーン博士は、視覚効果スーパーアバイザーのポール・フランクリンと30人のダブルネガティブのコンピュータエフェクトアーティストと共同した。彼は、理論物理学の公式のページをアーティストたちに渡し、彼らはこれらの現象によって引き起こされる重力レンズのコンピュータシミュレーションを作り上げるために、新しい CGI レンダリングソフトウェアを書き上げた。 いくつかの個々のフレームはレンダリングに100時間を要し、データは800テラバイトに及んだ。視覚効果の結果、ブラックホールを取り巻く重力レンズと光着円盤に対する新しい洞察が層に提供され、コンピュータグラフィックスと天文物理学に関する学術論文が一つずつ作成された。マシュマコノヒーはダラスバイアーズクラブとトゥルーディテクティブ、 二人の刑事での公演のため、テレビスポットで焦点が当てられた。インターステラーのティザー予告編は2013年11月14日に公開され、マシューマコノヒー演じるクーパーのナレーションによる宇宙開発関係のクリップが使われた。劇場予告編は2014年5月5日に、ワシントン DC の国立航空宇宙博物館のロッキード・マーティン・アイマックスシアターで上映された。 その後予告編はオンラインで視聴可能となり5月19日までの1週間で YouTube では1950万人が視聴して最も見られた映画予告編となったスタジオは2014年9月末よりテレビスポットの放送をはじめロサンゼルスタイムズはそれでダラスバイヤーズクラブでのアカデミー賞受賞やトゥルーディテクティブ二人の刑事での講演で知られる マコノヒーが焦点が当てられていることで視聴者の関心を得ると指摘した。テレビスポットはサンデーナイトフットボールで放送されて幅広い視聴者にアピールした。クリストファー・ノーランとマシューマ・マコノヒーはインターステラーのプロモーションのために2014年7月のコミコン・インターナショナルに現れた。ハリウッドリポーターはノーランの登場に先立って 自身の新作映画について語ってこなかったと報じた。二人は簡単な議論に参加し、新しい予告編が上映された。同月、パラマウント映画は宣伝ウェブサイトを立ち上げた。ハリウッドリポーターは多くの隠された意味があると表し、オンラインユーザーがアポロ11号の月着陸に関する製図を発見したことを報じた。二千十四年十月、パラマウントは 複数のプラットフォーム間でインターステラーを反則するために Google と提携した。映画のウェブサイトは Google ドメインがホストのデジタルハブとしてリニューアルされた。ウェブサイトでは最終版の予告編が公開され、同時に鑑賞予定者各ののに向けた劇場の場所とスケジュールのナビゲートが提供された。また Google のプラットフォーム間で 映画関連コンテンツのナビゲーションが提供され、観客からのフィードバックが集められ、モバイルアプリにリンクされた。2014年9月にパラマウントデジタルエンターテインメントから公開されたアプリはプレイヤーが太陽系モデルを構築し、宇宙旅行用のフライトシミュレーターを使うことができるゲームであった。パラマウントと Google ググは2015年に利用可能となる。 ユーザーが作成したコンテンツでコンパイルされたバーチャルタイムカプセルも用意した。両者を通じてインターステラーのキャストは Google ハングアウトを使用して映画について語った。Google はアメリカ合衆国の学校で数学科学を推進するために映画を利用する。パラマウントはオクルスリフトの技術を利用した宇宙船エンデュランスのバーチャルリアリティウォークスルーを提供している。 2014年10月6日から11月19日まで、ニューヨーク、ヒューストン、ロサンゼルス、ワシントン DC の4劇場で順番にウォークスルーが開催された。2014年11月11日に、ランニングプレスより、マーク・コッタ・バズチョのメイキング・ボーン、インターステラー、ビヨンド・タイム・アンド・スペースが発売された。また11月7日には、WW ・ノート・アンド・カンパニーより、 ヒップソーン著のザ・サイエンス・オブ・インターステラーが発売された一般公開に先駆けてパラマウント CEO のブラッド・グレイは2014年10月19日にマンハッタンのリンカーンスクウェアのアイマックスシアターでプライベート上映を開催したその後パラマウントは2014年10月22日にカリフォルニア・サイエンスセンターで映画制作者や俳優向けの上映会を開いた 翌日にはカリフォルニア州ロサンゼルスの TCL チャイニーズシアターで映画俳優組合の組合員900人以上に向けて試写を行った。公式プレミアは2014年10月26日に TCL チャイニーズシアターで行われた。ヨーロッパでは2014年10月29日にロンドンのレスタースクウェアでプレミアが行われた。 パラマウントは2014年10月27日までデビュー公開を禁じたが、それをよそにツイッターに肯定的な表が書かれた。北、アメリカではインターステラーとベイマックスが同週末に公開された。両作品はそれぞれ8週末に5500万ドルから6000万ドルを売り上げることが予想された。ティラッはになると予想し、インターステラは男性。 ベイマックスは家族にアピールしていると述べた。ホーブスのスコット・メルディソンは2作品の競合をタイトワンと呼び、シュレック2とデイアフタートゥモローやモンスターズ・ユニバーシティとワールド・ウォー・ゼットの争いと比較した。ファンタンゴはインターステラーのプリセールスはクリストファー・ノーランの以前の作品インセプションを上回るものであり、また2014年公開作としても猿の惑星。 新世紀以上であると報じた。また、TCL チャイニーズシアターでのプリセールスも最高となった。カリフォルニア州ロサンゼルスの TCL チャイニーズシアターは、インターステラーを上映するために70ママックスプロジェクターを設置した。インターステラーは2014年11月4日に、科学産業博物館の IMAX ドームシアターで上映された後、 11月5日に限定公開され、11月7日より拡大公開された。北アメリカ以外では11月5日に、ベルギー、フランス、スイスで公開が始まり、さらに11月7日に、イギリスを含む多くの国々で封切られた。北アメリカでの限定公開の際、70mm と 35mm 上映の設備のある249劇場で上映され、 そのうち少なくとも41は70ママックス、劇場であった。70mm の iMAX プロジェクターはその企画で上映するためにカリフォルニア州ロサンゼルスの TCL チャイニーズシアターに設置された。拡大公開の際にはデジタルの劇場でも上映された。配給は北アメリカではパラマウント映画、その他の地域ではワーナーブラザースが担当する。 インターステラーは IMAX 映画史上最多となる世界770以上の IMAX 劇場で上映予定である。インターステラーはフィルム上映を止めてデジタルのみにするというパラマウント映画の目標の例外であった。ハリウッドリポーターによると、インターステラーをフィルムで上映することは、ノーランの他に、JJ エブラムス、クエンティンタランティーノ、ジャドアパトー、 ポール・トーマス・アンダーソンなどによって支えられているフィルム形式の維持を助けている。同志は多くの劇場オーナーたちからその試みが逮捕であると見られており、アメリカのほとんどの劇場ではデジタルに変換して上映されていると報じた。インターステラーは2014年11月21日時点で北アメリカで1億378万264ドル 国際市場で2億2580万ドル、全世界で合わせて3億2958万264ドルを売り上げている。北アメリカ、インターステラーは2014年のアメリカ合衆国中間選挙と同時期である11月4日の午後8時よりアメリカ合衆国とカナダで限定公開された。水曜の工業収入ランキングは249。 劇場の上映で火曜夜を含む1350万ドルの売り上げにより1位となり、そのうち62%が iMAX によるものであった。それらの劇場のうちの240では 35mm、70mm、iMAX70mm フィルムで上映された。さらに、木曜深夜の上映では360万ドルを売り上げ、火曜夜からの累計は490万ドルに達した。 11月7日には拡大公開され、初日では1700万ドルを売り上げて、ベイマックスを抑えて1位となった。客層は52%が男性、75%が25歳以上であった。公開初週末では3561劇場で4751万360ドル、1劇場あたり1万3342ドルを売り上げ、ディズニーの アイマックスに次いで2位となった。週末興行収入のうちアイマックス分は1320万ドル、その他の大型スクリーンでは525万ドルを売り上げた。ノーランの映画が初週末1位を獲得できなかったのは2002年のインソムニア以来のことである。第2週末には39%下落した2912万ドルを売り上げ、新作のダムダマー2。 ベイマックスに次ぐ3位となり、累計工業収入は9780万ドルに達した。第2週末では、アイマックス劇場の368スクリーンで740万ドルを売り上げた。その他の国々2014年11月5日に、フランスとベルギーで封切られ、両地域では上位5作品が市場シェアの50%を占めた。フランスでは、 初日に74万3000ドルを売り上げて1位となり、また2日目には53万8000ドルを売り上げた。11月6日には、ドイツ、ロシア、オーストラリア、ブラジルを含む35市場に拡大し、累計で870万ドルに達した。インターステラーは北、アメリカ外の初週末では62市場の1万4800スクリーン以上で1110万人を動員し、 約8290万ドルを売り上げた。このうち720万ドルが206の iMAX、劇場によるもので、1劇場平均で3万5千ドルである。北、アメリカを含めた初週末の iMAX、工業収入は2060万ドルであり、ハンガーゲームにの1710万ドルの記録を更新した。国別では韓国が1440万ドル、ロシアが890万ドル、 フランスが530万ドル、ドイツが460万ドル、イタリアが370万ドル、オーストラリアが370万ドル、スペインが270万ドル、メキシコが310万ドル、ブラジルが190万ドルを8週末に売り上げた。イギリスでは8週末に537万ポンドを売り上げて1位となったものの、ダークナイトライジング、ゼログラビティ、インセプションを下回った。 中国では11月12日水曜に封切られ、7742スクリーンで540万ドルを売り上げたが、これは、ノーランの映画としては、ダークナイトライジングを上回って、最高の初日興行収入であった。中国では、初週末に714万人を動員して4230万ドルを売り上げたが、これは、市場シェアの55%を占めた。これは、 中国公開のノーラン映画では、過去最高の初週末興行収入であり、またワーナーブラザースの 2D 作品としても最高で、さらに同スタジオの 3D 作品も含めると、パシフィックリムに次いで2位である。国際市場の第2週末は63市場、2万1290、スクリーンで1540万人を動員して1億600万ドルを売り上げ、 累計では2億2410万ドルに達した。また i m a クスは10%減の1240万ドルを売り上げた。また北、アメリカを含む全世界の興行収入は3億ドルを突破した。日本においては11月22日に512スクリーンにて劇場公開。公開二日間で動員十三万四百九十人、興行収入一億九。 338万9、300円、振り替休日の24日を含めた3日間では、動員20万976人、公衆2億7、908万3、200円を記録した。2015年1月までに、公衆12億5000万円を記録した。映画批評家のレビュー集積サイトのロッテントマトズでは283件のレビューで、支持率72%、 平均点を7、0とした。また別の映画批評家のレビュー集積サイトのメタクレティックは46件のレビューを調査し、肯定的なものを35件、どちらとも言えないものを10件、否定的なものを1件とし、過重平均値を74、100とて、おおむね好評とまとめた。アメリカ映画協会は2014年のベスト映画トップ、12本作を選出した。 ハフィントンポストのクリストファー・ローゼンは科学交渉の正確さ、視覚効果、マコノヒー、チャステイン、フォイの演技を評価した。日本では映画評論家が選ぶ2014年キネマ、順邦外国語映画ベスト10で第6位となった。小説家、編集者、映画評論家の安倍和英は、はずみしげひこ及び青山正春らとの提談の中で肝心のお芝居のところで、 何の演出もしていない作品と評価し、はすみ彦もそれに同意した。ありがとうございます。